最後に食べたのがいつですか？昨日の夜。昨日の夜。それは全部食べて。普通に食べて。で、今日の朝は？朝は食べなかった。それも与えてない。与えたけど食べない。与えたけど食べない。で、ここ2、3日間にいつもと違うものなんか食べちゃったってことじゃないですか？3キロ950。もう一回。もう一回。この子いつも食べてるのカリカリのフード。あー、同じ。3,9,5。ダイレクト身体検査します。はい、ちょっとお尻にしてみようか。はい、OK。 元気はあるみたいな。元気はある。だから吐くことはないですか？ちょっと吐いた。吐きました。何が出ました？胃液みたいな。液だけ、うん、それはいつ今日吐いたんですか？夜中。夜中に。夜中に。夜中だ。胃液は白、黄色。黄色。黄色。ここ24時間で何回うんちしてます？昨日の夕方から今日のまでで。昨日の夕方はしなかった。1回し変性したかな。5回か5回ぐらい。それ全部下痢なわけですね。はい、全部下痢なんです。あの昨日の、はい、そのよ夜、夕方は普通だった。あ、そういうことね。夕方は普通で夜中にしたのが下痢ってことですね、うん。おしっこは出てますよ。おしっこは出てると。出てますね。で、まあ、元気は普通にあるけど、さすがに今日は食べない、ね。あ、そうそう、いつも食べてるフードがこの子は 8.9。 はい、そう、見てごらん。ドライフード、ロイヤルかな、うん、ロイヤルかなのドライフードね。だからそのロイヤルカナのドライフード以外に食べるものって何かあります？たまにお肉を、お肉混ぜて。ここ、何肉を？鶏肉。鶏肉。ごめんね。怒っちゃあかん、怒っちゃあかん。ちょっと見して。色悪いじゃん、食器の色。怒るじゃん。はい、あった、危ない。エリザベスから持ってきて。エリザベスからです。そうか、一番最後のトレーニング食べるのいつです？何年前だと思う。あ、そうですか。ここ 2,3 日は食べて、うん、お肉はここ 2,3 日は食べてない。食べてない。じゃあここ 2,3 日もずっとそのロイヤルカナンのフードわけ。そう。ロイヤルカナンのフードでそんな気にすることってそう、うん、初めてないよね。なんか散歩って行くんでしたっけ？散歩行きますよ。行きますよね。その時なんか仕事食べるとかそういう可能性あります？常に見てます。見てます。わかりました。とりあえず元気だから、まあ方法は2つ、うん、1つはちょっと今から下痢の止めの治療をしますんで、うん、それでちょっと観察していただいて、うん、そんでも下痢が続いてご飯食べないんだったら一回検査する、まあ、それはもう明日、もしくはもう今から検査しちゃって、うん、調べてやってとか、うん、今からやっていただいてもですね、うん、いいですけど、うん、元気があるんだったら、まあ一回じゃあこの場で治療します、下痢止めの。それでただご飯食べないでしょ。食べてない。食べたいんですよね。もう無理にやらんでくださいね。で、変わったものじゃなくていつものフード、それとあとお腹壊した時用の ドライフードがあるから、それをサンプルで出しますから、いつものロイヤルかなんかそれかどっちかだけ。そんでいきましょうか。はい、こんにちは。あ、そうね。じゃあちょっとだけ点滴して下痢止めの治療しますね。はい。まあ、そんで戻れば、まあ、お腹痛いの状態で食欲が戻ればね、いいんですけど、もし戻らんかったら、じゃあ明日午前中に来てください。だからもしこの後うんちしてさ、あの普通のうんちになるんだったらいいんだけど、下痢だったら、もし下痢するんだったら、そのうんちを取って、明日持ってきてください。食べさせてください。でも明日は土曜日に。うん、明日仕事だから。あ、明日仕事。
わかりました。まあじゃあ来れるところで。